陸上自衛隊の13式13式空挺んは陸上自衛隊が平成25年度に採用した藤倉構創生パラシュートである空挺隊員を航空機から降下させる際に用いる離島防衛のため共愛地などに大量の兵員を送る場合重い装備品を携行した状態で早く安全に集団での密集降下をする必要がある本傘は空中接触や 市場接近時の安定性に優れており、ライセンス国産の696ミでは、航空機の片側からしか降下できないが、両扉からの連続降下が可能となった。60式空挺産以来の国産空挺産である。開発については、平成11年からメーカーの藤倉構想が自社研究を開始した。集団密集降下性の向上による、 両扉からの連続効果を目標とした。他の落下山の交流域に入った場合でも、気流の強い部分を有効活用して、形状を放置するため、エアーポケット機構が設けられた。また、接触し離反した後に変形部分が早く回復する、ようデルタパネル機構が設けられた。そして、それぞれの機構が適切に働くよう最適化を図られている。また、接触時などに、 急激な圧力変化を発生させないよう、空気透過度の異なる布を用いて傘体自体から空気を透過させ安定性などの基本性能が担保されている。26年度、QM フェア開催13式空挺さんに注目が集まる。防衛法務新聞社。 http://www.boueinews.com スラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ201412153 html 2020年3月16日閲覧自衛隊装備年間2018から2019朝雲新聞社2018年7月25日145ページ jgsdf 13式空定産、2018年1月27日。https コロンスラッシュスラッシュ www.flicker.com スラッシュフォトススラッシュ 90465288n07399 億2252万49112020年3月16日閲覧。ありがとうございます。